この砥石がそんなお値段なんですか？あの女、耳元ででかい声出すなって。いやいや、これを驚かずに何を驚くんですか。たまたま買い物帰りのベルフ様に会ったと思ったら、こんな小さな砥石でそんな値段、あまりに高すぎです。暴利です、ぼったくりです。だからうるさいって言ってんだろ、リリスケ。俺の金で何を買おうが勝手だろ。そうかもしれませんが。あのな、俺が作った装備品はパーティーの仲間を守るためのもんだ。適当な道具で適当な代物作って、それで危険な目にあったら本末転倒だろうが。確かにそうですが、ですが、もっと節約する方法もあるはずです。節約？そうです。お店によっては安売りの時間が設定されていたり、何度も通うことで定価より安く商品を買うこともできるんですよ。そういった情報をくまなく調べ、少しでも安く、少しでもいい商品を購入する。そうすればお安く買い物ができ、さらに余ったお金でアイテムなどの購入もできます。パーティーのためというならば、そういった節約の努力もリリは必要だと思うのです。リリスケ、お前。おばちゃんみたいだな。お、おばあ！どういう意味です？リリのどこがおばちゃんだというのですか？ケチくさいとこ、細かいとこ、口うるさいとこ、なんか全体的にな。リリはただパーティーのことを考えて、それで発言しただけなのに、それを、おばあ！あ、いや、なんかすまん。本当にパーティーのこと考えてんだな。なんですか急に。いや、偉いと思ってよ。素直に感心しただけだ。そりゃベルが信頼するわけだよな。褒めても何も出ませんよ。とにかく今後ベルフ様のお買い物にはリリも同行いたします。はあ、なんでだよ。お金の使い方を監督するんです。ベルフ様はどんぶり勘定が多そうですし。だー、めんどくせえ。そんなの絶対ごめんだからな。ダメです。何を買うのかリリに全部見せなければ、探索の分け前も渡しませんよ。お小遣いなしです。お袋か、お前は。俺の金くらい好きに使わせろ。ベルフじゃない。ああ、ヘファイストス様、街中で会うなんて奇遇ですね。本当にそうね。なんだか久しぶりに顔を見た気がするわ。久しぶり？そうですか。久しぶりじゃない。最近はうちのファミリアにあまり顔を出さないし、少し寂しかったのよ、なんてね。またそうやってからかって、勘弁してくださいよ。確かに顔を出せなかったのは申し訳なかったです。あいつらとダンジョン探索に行くことが多くて。そうだったのね。私のことなんて忘れちゃったのかと思ってたわ。バカ言わないでください。俺があなたを忘れるわけないじゃないですか。ふーん、本当に？本当にって。当たり前でしょ、忘れませんよ。嬉しいわ、ありがとう。なんですか、お礼だなんて。気色悪いからやめてください。気色悪いだなんてひどいわね。私は本心で言っているのに。いや、そういう意味じゃ。全部真面目に反応することないのに。
ほんと、根っこが真面目なのね、あなたは。確かに最近は忙しくて、ちょっと。ほら、忘れてた。ああ、ショックね。子に忘れられるようじゃ、神失格。いや、最近顔を出さなかったことを言ってるだけで、完全に忘れてたとかそういう意味じゃ。わかってるわよ。もう、そんなに慌てないで。とにかく、元気そうでよかったわ。充実してるのが、あなたの顔から伝わってくる。ちょっと見ない間に、ずいぶん変わったように見えるわ。変わった？そんなことないでしょ。そうかしら。私には変わったように見えるけど、物腰とか表情とかね。一緒に冒険してる子たちからいい影響を受けてるんじゃない？そうなんでしょうか。自分じゃわからないですが。きっとそう。いい仲間に出会えたのね。祝福するわ。ありがとうございます。それじゃあ、忙しくてもたまには顔くらい見せに来なさい。あなたは私の子なんだからね。変わったなんかね。なあベル、ちょっと聞きたいことがあるんだが。どうしたのペルフ。いや、大した話じゃないんだが、その、俺はお前と出会って変わったと思うか？え？最近そんなことを言われてな、自分では変わったつもりなんてないんだが、お前の目にはどう見えてるのかと思ってな。そう言われても、ベルフは出会った時からベルフだよ。僕の知らないことも知ってるし、頼りになるお兄さんみたいだなってずっと思ってる。よせバカ、そんなんじゃない。え、正直に言っただけなんだけどな。ああ、正直に言ったのかもしれないけどな、面と向かって言われると、そのなんだ、照れるっていうか。まあいいや、そんなことより。おう、それならもっと頼っていいんだぞ。ベルフらしいな。でも頼ってばかりじゃダメだよね。僕もベルフに頼られるような立派な冒険者にならないと。その答えがお前らしいな。でもそうだよな、やっぱり変わったなんて思えないんだが、なんであの人はあんなこと言ったんだろうな。ちなみにそれは誰が言ったの？ああ、ヘファイストス様だ。こないだ偶然会ったな。あ、そっか。ヘファイストス様は僕よりもベルフと付き合い長いだろうしね。他には何か言ってた？たまには顔を見せに来いってよ。お袋じゃねえんだからな。ヘファイストス様、寂しいんじゃないかな。寂しい？あの人が？いや、僕はそんなにヘファイストス様のこと知らないから、なんとなくだけど。例えばうちの神様だったらすごく寂しがると思って、僕が別のファミリアの人とパーティーを組んで変わっていったり会いに行かなくなったら。ああ、それであの神様が寂しがってる様子なら簡単に想像できるな。だからヘファイストス様も同じなんじゃないかな。もっとベルフに会いに来てほしいんだと思うよ。あくまで僕の想像だけど。あの人が俺にね。あら、誰かしら。どうも、仕事中でしたか。ベルフ？どうしたの？急に訪ねてくるなんて。顔を見せに来いと言われたんで。ダメでしたか？ダメじゃないけど、もう急すぎるわよ。仕事をしてたから汗まみれだし。ちょっと待ってて、
顔だけでも洗ってくるから。ああいいですよ、そのままで。これあなたの仕事中の顔が好きですし。急に何を言うのよ。何って変ですか。スミスとして一番美しい顔じゃないですか。俺は本心からそう思って言ってますよ。本心だから困るのよね。もう。すぐに帰りますから。そう？ならいいけどね。それで急にどうしたの？何か用？いや、用はないんですよ、本当に。まずいですかね。まずくはないけど、本当に顔を見せに来ただけなの？ええ、ベルに言われたんですよ。たまには会いに行った方がいいんじゃないかって。あいつあなたが寂しがってるって言うんですよ。寂しがってる？私が？ええ、そんなわけないだろって言ったんですが。どうなんです？どうだと思う？聞き返すのは卑怯ですよ。でもま、これもベルが言ってたんですけどね。知らないうちに子供が変わっていったら寂しいんじゃないかって。それはわからなくもないかって。なるほど。でもそれは私の場合はちょっと違うわね。え？自分が知らない場所で子供が成長して変わって立派な顔になっていくのはとても嬉しいものよ。神として一番嬉しい瞬間かもしれない。だからあなたにもそれを感じてるし、期待もしてる。私の知っているベルフよりもっといい顔になって、また私に会いに来てくれるんじゃないかって。そいつは随分な重圧ですね。でも悪くないかもしれません。どういうこと？こないだベルたちとの出会いをいい出会いって言ってくれましたよね。俺もそう思ってます。あいつらとの出会いはいい出会いだって。でも俺の一番のいい出会いはあなたと出会ったことだと思ってます。それを俺の面であなたに見せることができるようになる、今後のいい目標じゃないかと思ったんですよ。かっこつけすぎじゃない？それくらいでいいんですよ。目標は高くない。さてと、今日は来てよかったです。じゃ、俺はそろそろ。うん、また顔を見せに来なさい。待ってるわ。ええ、それじゃまた。